じゃあ、こんにちは。さあ、ゆたかさん、はい、今ツイッターで、はいはい、ハッシュタグ野球には夢があるっていうふうにつぶやいて、結構皆さんこう自分の好きなシーンだったりとかを上げている、こうツイッターで今広まってるんですよ。うん、うん、まあ、あの今、まあ、コロナっていうこともあるんですけど、まあね、うん、なんかやっぱ暗いニュースが多いからな。そうなんですよね。でも そんな中で例えば豊さんが、まあ、ハッシュタグ野球には夢があるじゃないですけど、やっぱ野球のこのシーンすごく印象的だなとか、このシーンはもう一回やり直せるんだったらあの時に戻りたいなとか、そういう思いってなんかあります？そういう場面ってやっぱりさ、うん、人間ってさ、嬉しいことよりも、はい、やっぱ悔しいこと、うん、そういう思い出の方が強く印象的に残るよね。あ、これなぜかというとさ、はい、やっぱこう優勝した時とか、まあ例えばその、うん、なんかで活躍した時っていうのはさ、うん、その時はバーッとなって、まあ後々あんまり残らないんだよね、成功って。あんまりその時の一瞬みたいなものなんですかね。一瞬みたいなものだと思うよ。だから俺、うん、あの悔いしか残ってないもんね。本当ですか？まあ、例えばさ、はい、オールスターでね、はい、4対3だったかな、はい、セ・リーグが負けてて、うん、東野さんから俺フォアボール取って、うん、2アウトから掛布さんに繋いだんだよ、はい、で舞台はやっぱ甲子園球場じゃない、うん、そしたら甲子園に集まってるファンっていうのは一打逆転を夢見るじゃない。はい、見たいですね。ねえ、そこで牽制でアウトになったという。で、ゲームセット。東尾さんと掛布さんの対決が一球も見れないままってことですか？一球も見れるってないと思うよ。豊さんのまさかの牽制アウトで、その時のファーストコーチャーが、まあ先日亡くなられたね。はい、まあ関根さんのことは本当に、うん、あの森藤が横にいてね、はい、やっぱしっかりした形でちょっと喋ってお伝えしたいから、うん、ちょっとまだ後にはなるんだろうけど、はい、あのまあ、関根さんがその時の一塁コーチャーが、うん、お前何やってんだってまあ一言言われたけどね。そういうの覚えてる。まあ、はい、まあ、そこら辺はさ、若気の至りでまあいいんだよね、うん、だただやっぱりこうあの瞬間も掛布さんに打たせてあげたいなっていうのは、うん、やっぱ勝負をさせてあげたいなっていうのはあったけどね。そうですね。あとはそのファンもそうだし、まあファンもそうだ、見たいよね、うん、ただやっぱアテネの、はい、やっぱ絶対金メダルを取らなきゃいけないという、うん、まあ、例えば長嶋監督が先頭に立って、これからアテネの金メダルまで一敗もしないで金メダルを取るというふうにぶち上げたんだよね、はい、まあ、我々もそういうつもりだったし、でオールプロで集められた全日本っていうのは、はい、こう初めての経験だったから、うん、だからまあ俺らもそういう思いだったしね、うん、だけど予選の時はオーストラリアに負けて、それが叶わず、でもどうしても金メダルだけはっていうような思いがあってね、うん、まあそれで準決勝またオーストラリアに当たるわけね。で細かいこと言えばオーストラリアのデータだけなかったんだよ。なんでですか？オーストラリアはどうやったって勝てるっていう、アマチュアがやっても勝てるというレベルだったんだよ。ああ、じゃあ花からデータを用意してなかった。してなかったんだよ、はい、で、キューバ戦の時なんてこんなにデータ来んのに、うん、1枚も来ない。1枚もですか？1枚も来なかった。なんか出してくれって言ったらメンバー表だけ来た。いや、これじゃミーティングできないからっていうようなことで、はい、やっぱちょっと慢心があったんだな。で、予選の時いっぱい、はい、予選の時いっぱいして、はい、それで全員がもう自分たちの目で確かめるっていろんな試合を見に行くようになったんだよ。だからまあそれはいいことだけどさ、うん、でもオーストラリア予選の時に台湾に負けてたんだよね、全日本が、うん、でも負けても、うん、決勝トーナメントベスト4には残れてたわけよ。で台湾がもう一回上がってくると、で天秤かけたんだよね、オーストラリアか台湾かって、うんうんうん、
俺らが台湾に負けたら台湾がベスト4に残ってもう一回やるし、台湾に勝っちゃうともう一回オーストラリアと戦う、うん、全くデータのないところにね。だからそこでも悩んだね、このまま負けようかって。なるほど、ね、だからそのどっちが有利に戦えるにはどうしたらいいかってことですよね。そうそう、進んだ時に、うん、いやだけど、まあ、今いっぱいはしてしまったけど、はい、長嶋監督が今までいっぱいもしないでいくという金メダルを取るっていう言葉がやっぱ残ってるわけよ、みんなの頭の中に。はい、で長嶋さんはその時アテネに来られなかったよね、病気で、うん、まあそういうことで、まあ高橋由伸が決勝のホームインを踏んで台湾に勝って準決勝オーストラリアで、オーストラリアは今度は勝つだろうと思ったら、オクスプリングって元阪神に入ったその後ね、はいはい、オリンピックの後に入ったオクスプリングっていうのが投げてきた、うん、でオクスプリングっていうのは抑え登録なんだよ。え、先発ではなかったんですね。違うんで、これ長いイニング投げれるのか、どんな球投げるんだって、全くノーマークだったわけ。あ、そうだった、見てな、まあ、投球そんな見てなかったってことですよね。見てない、うん、投げたらいいわけよ。でデータがないとやっぱバッターって不安になるから、まあそれで、まあ、ずっと投手戦が続いて、で松坂投手ですもんね、あの時松坂で、だから5回1安打10三振ぐらい取ってたからね、うん、そうですよね、ものすごい三振取ってたイメージですもん、あの時。でも向こうのバッターって初球から振らないで球数だけ松坂に投げさすんだよ。それはもう作戦ですか。作戦なんだよ。で炎天下の中で40度ぐらいのところでやってるから絶対バテるという。で6回に1点取られて、え、まさか松坂が先にやっちゃったよみたいな、うん、まあ取り前、まあ1点ぐらいだったらなんとかなるだろうと思ってたんだけど、その時のベンチってどんな様子でした。え、その時のベンチの様子ってどんな感じだったんですか。わ、先生、青ざめるよね、うんうんうん、で最大のチャンスは2アウトランナー1、3塁かな。でその時に向こうがスイッチしてきたんだよね、うん、ジェフに、ジェフ、あの阪神の、はい、阪神あの横手の、はい、バッターが阪神の藤本なんだよ、うん、味方同士じゃない、はい、だから俺は代打出さないのかなって一瞬思ったけど、はい、長瀬さん動かなかったんだよね。なぜ？もうそのまま生かしたのよ、うん、でなぜかというと、はい、藤本は対戦をしてないと、うん、だから新鮮な気持ちで立てる。でウィリアムスも藤本とのことは分かってないと。ああ、同じチームだから初見だからあ、藤本も割と調子は良かったんだけどね、はい、だけどその時に俺が一瞬頭にひらめいたのが、相川を連れてってたのね、控えのキャッチャーとして城島の、うん、それが調子良かったんだよ、すっごい、うんうんうん、だからあれ代打ないのかなって、行くんだったら相川行かしてほしいなって思ってたわけで、結局サードフライになるんだけど、で打ち取られて、うん、まあ結果1対0、まさか点が取れないなんて思ってなかったし、はい、もうサードフライ上がった時はもう三塁手に続きかまそうかなと思った。豊さんが三塁コーチャーだったから続きかましろうかなと思ったけどうん、うん、まあそんなことしてもなあしょうがないし、そうですね、うん、まあただ終わってからね、中田が、まあ、その時監督代行みたいな形で言ってたから、あの時どう思いましたかって言ったら、やっぱ中田さんは初見だしっていう、俺は動く気はなかったって。あ、代打送る気はなかったんですね。そうそうそう、だからそれはそれでも納得なんだよ、うんうん、その時に長田さんが、決断をしたことだからね、はい、だけど戻れるんだったらあそこで相川に打席をやりたかったなっていう、うん、いやでもその時は納得なんだよ、もちろん、うん、長田さんがこう指揮を振るってるわけだから、はい、でも一瞬心がその時動いたからね、あれ、うん、代打出さないのかなって。で中津さんの横にいる人がいなかったんだよ、誰も。え、だからコーチ3人だから、豊さんと大野さんと、はい、中津さんと大野さんと俺しかいないから、
ああ。親御さんはブルペンとのやり取りしてるじゃん、もう。はいはいはい。ブルペン行ったり来たりとかもしてるし。うん。で、中畑さん一人で考えてるわけよ。だから話し相手がいないわけ。もしそこに豊さんが隣にいたら、ここって。誰々行きませんかと声をかけたと思う。そういうのも重なってたんですね。重なってた。まあね、勝負事ってその繰り返しだからね。はい、だからまあこれはしょうがないね。もうそうですよね。もうしょうがない。じゃあ、豊さんの中のやっぱり野球人生の中での最大のもう一度戻れるならとか後悔っていうのはそこですか？いや、それは戻れるんだったら優勝したいよね。優勝っていうのはそのどこで優勝ですか？いやいや、チームで。太陽で？太陽で。だってさ、俺が入団して、はい、他の5球団っていうのは、うん、みんな優勝してんだよ。太陽だけだよ、優勝してない。で、俺もさ、曲がりなりにも大学日本一とかさ、はい、優勝したりだとか、いろいろしてきて、うん、やっぱ勝つことは知ってるから、勝つ喜びよね。やっぱり、その優勝したいよね。そうですよね。もうね、今でも優勝したいもん。今でも、だって、まあ、あの当時セリーグって巨人、まあ、がねすごい強かったですけど、とはいえ他の太陽以外の球団も優勝してるわけですもんね。まあね、いやただその巨人が V 級の時って9年間他のチームって全く優勝できなかったわけでしょ。ああそうか、その時代に。だからそれを考えると、はい、まだまだチャンスはあったわけよ。そうですね、優勝するチャンスが、ね、うん、いやだからそれは悔いが残るわ。悔い残るっていうことはドラフトから戻るってことですか？戻れるんだったらねどこにドラフトやっぱされたら行きたかったですか？いや俺セリーグ希望だったから、うん、だからセリーグの在京だったから、うんうんうん、だからまあヤクルトがあと巨人しかないよね。そこ2球団ですもんね。あその時、うん、ヤクルトの監督が竹上さんつって、はい、中央の OB だったの。話がチャンスはあったわけで、巨人のスカウト部長も中央の OB だったわけ、うん、はい、あじゃあヤクルト巨人両方ともチャンスはあったんだよ。話はなんかちょっと接触とかなかったんですか？いやいろいろあったよ。だけど太陽だって優勝できるんだって太陽って、まあね、まあただあのその後はい我々が一緒にね、うん、後輩でいた選手たちが優勝してくれたからね。あ、そうですね、その、うん、その時は嬉しかったけどね、うん、ただその輪にいたかったですよね、やっぱりね、まあ、絶対そうでしょう。そうです ね、まあ、ね、まあ悔いは、うん、あまあ悔いはというかやっぱ負けたりだとかその時の勝負に負けたことって、うん、やっぱすごく勉強にはなるね。だからいっぱい勉強しました。あ、人よりも何倍も何十倍もってことですよね。 それはなんか人生の宝というか糧になりますもんね。 うん、なんかやっぱそういうのって野球と私たちの普通の人生となんかすごく結びつきますね、やっぱり、うん、だからまあ負け惜しみに聞こえるかもわからないけども、うん、そうやって自分を高めていかないとね、うん、いけないと思います。あ、なんか今日はいいお話を聞けました、はい、ありがとうございます。おう